ジョン・ランボー、ジョン・ジェームズ・ランボー、ジョン・ジェームズ・ランボー、1947年7月6日、生まれは、ランボーサーガに登場する架空の人物である。初登場は1972年のディヴィッド・マレルの小説、一人だけの軍隊であるが後に、シルベスター・スタローン主演で映画化されこちらの方が有名となった。このシリーズでのスタローンの主人公の描写は広く称賛された。このキャラクターはアメリカンフィルムインスティチュートのリスト、アメリカ映画100年のヒーローと悪役ベスト100にノミネートされた。小説と映画第1作目、ランボーでは、ランボーは心的外傷後ストレス障害に苦しみ社会に適応できない悲劇の元兵士として描かれた。ベトナム戦争時に拷問を受けたことが示されている。普段は、無口、無表情で、愛想もないが、怒りに火がつくと暴れ出すというキャラクター像はすでに確立されている。映画、第2作目、ランボー、怒りの脱出とその小説版では、戦場から遠ざかっていたが仲間を助けるために、再び武装して戦った。映画シリーズのヒットもあり、特に、怒りの脱出の大ヒットが契機なり、ランボーの名は世界中に認知された。ランボーは戦術や軍事作戦、暴力行為におけるヒロイズムの元祖となり、ランボーは頑強で勇敢なヒーローの代名詞となった。しかし、ランボーは同時に、好戦的で無謀な人を比喩する際の軽蔑的な代名詞としても用いられるようになった。Going ランボ、訳、ランボーのように、むちゃくちゃに暴れてやるぞ。という英語表現は、そのような様を示すときにしばしば用いられる。ベトナムでは指揮官だったサミュエル・トラウトマン大佐は、ランボーの唯一の友人といえる人物であり、戦争による痛みや迫害を理解し、同時に彼が戦いの中に生きる生粋の軍人であることも熟していたため、彼を説得できる数少ない人物だった。怒りの脱出劇中で自分を回収に来たはずの味方のヘリコプターが置き去りにして去った時も、ランボーはそこにトラウトマンの悪意があるとは考えておらず、後にソ連軍の軍事顧問団のポドフスキーから傍受された無線通信の会話を聞かされて、トラウトマンではなくマードックの思惑で見捨てられたと察した。軍歴から強靭な肉体を持ち、ベトナム戦争時の経験から密林でのサバイバルのエキスパートであり、ゲリラ戦術、格闘術にも精通している。黒髪に茶色い目、身長はシルベスター・スタローンと同じ175センチメートルである。戦闘スキルでは、拳銃やアサルトライフル、重機関銃や携帯対戦車砲など、あらゆる重火器の扱いに秀でており、怒りの脱出でも、ランボーの経歴書に目を通したマードックから、軽火器のプロと割れている。また、狙撃の技術も持ち合わせており、映画第3作目、ランボー3、怒りのアフガンのカットされた場面では遭遇した敵部隊を狙撃で仕留めている。この時は、トラウトマンが観測士をめた。このほか、銃器と違って消音器の類を用いるまでもなく、音のしない飛び道具である弓矢の扱いにも長け、通常の矢で敵兵を正確に射抜くのみならず、爆薬付きの特殊な矢尻をつけた矢を放つことで、非装甲の軍用車用、ジープやトラックや攻撃ヘリコプターも撃破できる。戦術の強靭な肉体に見合うだけの腕っぷしの強さを持ち、素手でも十分な戦闘力を有しているが、ナイフを用いた戦闘にも精通している。愛用のサバイバルナイフは敵兵を刺殺するほか、有刺鉄線の切断や地雷、腹の突破にも用いている。このナイフを、ランボーはとても大事にしており、怒りのアフガンでは親しくなった少年兵に折を譲るものの、ナイフは触らせることを許すだけであった。また、このナイフには戦場を生き残るための付属品もあり、ランボーでは治療用の針と糸を使って、傷口を縫合し、怒りの脱出ではジャングルを移動時に、方位磁石を使っていた。その一方で、怒りの脱出で、ベトナム人民陸軍に捕まった時はこのナイフを奪われ、ポドフスキーによって、刃先を炙られた上で、彼の部下の友人に左目の近くに焼き傷を負わされ、さらにはランボーが救おうとしたアメリカ軍捕虜の目に、突き入れそうになるが、仲間を傷つけられるのを耐えられないランボーが落ちたと判断したポドフスキーによって突き入れられるのは中止された。しかし最終的にランボーはマードックへの復讐を目的とした脱出を図ったにこのナイフを取り返している。なお、映画第4作目、ランボー、最後の戦場では、経緯は不明ながらナイフは所持してはいないものの、劇中では自作したマチェットを戦闘時に使用していた。生身の戦闘以外では、戦車やその他の軍用車両を運転できるほか、ヘリコプターやボートの操縦も可能。怒りのアフガンでは、ソ連製のヘリや戦車の操縦もこなした。映画第1作目によると、ランボーのフルネームは、ジョン・ジェームズ・ランボー、生まれは1947年7月6日、アリゾナ州、ボーイである。ナバホ族の父親の名は、映画最終作によれば、R・ランボーであり、イタリア系アメリカ人の母親は、マリー・ドラゴである。だが、ランボー、怒りの脱出のマーシャル・マードックによればランボは、アメリカ州の先住民族、ドイツ系であるという。また、ランボーという名字はノルウェーに実際に存在する。ランボーは1964年8月6日、17歳でアメリカ陸軍に入隊した。兵役は1965年にレンジフォード高校を卒業した後の1966年1月から始まった。1966年9月には南ベトナムに配属されるが1967年にはアメリカ、ノースカロライナ州、フォートブラッグに戻って特殊部隊、グリーンベレーの訓練を受けた。1969年後半、彼はベトナムに再配属された。1971年11月には中国=ベトナム国境付近で北ベトナム軍の捕虜となり再び拷問を受けた。ランボーは1972年5月に脱出したが再配備された。また彼は軍隊時代にヘリコプターの操縦を教わっている。そして1974年9月17日に彼は除隊した。アメリカへの帰国後、国民の多くがベトナム帰還兵を憎んでいることを知った。彼は他の帰還兵たちと共に反戦的なヒッピーから罵られた。帰還兵は赤ん坊殺しと言われ、ゴミを投げられ、社会から見放された。ベトナムと帰還後の国民の反応によって、心的外傷後ストレス障害を引き起こした。そして、ランボーは社会を憎むようになった。ランボーの物語はここから始まる。原作小説では、ランボーはケンタッキー州マディソンでヒッチハイクをしていた。だが、保安官ティーズルによって街の外に追い出された。繰り返し戻ってきたランボーは、ティーズルに逮捕され、事務所に連行される。彼は不労と公務執行妨害によって35日間の拘留を言い渡された。冷たく湿った狭い牢屋に閉じ込められたランボーはベトナムで捕虜となった日々を思い出した。保安官たちがランボーの髪と髭を剃ろうとした時、彼は一人を殴り倒しもう一人を奪ったカミソリで殺した。そして事務所を出てバイクを盗むと、近くの山に隠れた。ランボーを捕らえようとした多くの保安官と警察官、民間人、州兵が死亡した。物語の終盤、ティーズルと戦うために町に来たランボーは、陸軍特殊部隊のトラウトマン大佐とティーズルに追い詰められる。ティーズルは土地勘を生かしてランボーと戦い、ランボーの胸を撃つが腹に銃弾を受けた。二人とも被弾していたがプライドと自らの行為の正当化のためまだ死ななかった。最終的にはランボー自身の要求でトラウトマン大佐が彼を殺害し、瀕死のティーズルにそれを伝えた。その後ティーズルも死亡した。映画ランボーでは1981年12月の設定でランボーがベトナム戦争の戦友でルモア・バリーを探すところから始まる。彼はワシントン州の山中にあるバリーの家に行くが、そこで彼の母親から枯葉剤の影響ですでに死んだことを聞かされる。これでランボーが特殊部隊の最後の生き残りになった。ランボーはオレゴン州の小さな町、ホープまで歩いて行ったが、町の保安、ウィル・ティーズル、エン・ブライアン・デネヒーに声をかけられる。ティーズルはランボーのミリタリースタイルのコートと汚らしい格好を見て街まで送ると言いながらトラブルを持ち込む中にはうんざりだと街から追い出した。自分は何もしていないのに強制的に追い出されることは自由の侵害だと感じ、ティーズルの言葉に従わなかったランボーは逮捕され、保安官事務所にて不労で起訴された。余談だが映画のシーンでティーズルの部屋に銀星章がある。原作においてはティーズル自身も退役軍人であり、朝鮮戦争の有志であった描写がある。ティーズルはランボーの身体検査をして、大型のサバイバルナイフを発見する。警察署では、保安官代理のアートガルと、ジャック・ステーレントから、捕虜時代を思い出させるような嫌がらを受け、ランボーのベトナムでの拷問をフラッシュバックさせ、ランボーを戦時の状態へ代行させた。署員がランボーを水やシェービングクリームもなしに抵抗しようとしたとき、彼は周りの警官を素手でなぎ倒し、ナイフを持って脱走。バイクを奪って逃げ出し、山に逃げ込んだ。ティーズルは多くの保安官を呼び出し、ヘリコプターも動員した。ランボーは崖から落ちかけ、ぶら下がっているところをヘリコプターに乗ったガルトに発見された。ガルトは崖のランボーを独断で射殺しようとしたため、崖から飛び降り腕を負傷した。ランボーが彼を執拗に狙うヘリコプターに乗るガルトに向かって石を投げると、一瞬ヘリはコントロールを失いガルトは放り出されて死亡した。その後ランボーはナイフの柄から針と糸を取り出し麻酔なしで腕を治療。隠れていた場所から出たランボーは保安官たちに一人死んだが俺のせいじゃない。と主張し投降しようとしたがティーズルたちは聞き入れず発砲し銃弾がランボーの顔をかすめると彼は姿を消した。追跡隊はランボーに近づき犬を放った。ランボーはガルトから手に入れていた銃の最後の2発とナイフで犬を殺した。追跡隊は別れてランボーを追い詰めようとするが彼はゲリラ戦術に長けたラボーに全く歯が立たなかった。追跡隊を襲撃して怪我を負わせたが、あえて一人も殺しはせず、ティーズルの喉にナイフを押し付けると、街での法律はお前でもここでは、俺が法律だ、もう関わり合うなと言って、姿を消した。だが、ティーズルはそれを無視して、ワシントン州警察と州兵総勢200名を配備し、ランボーがこもる山を包囲した。ランボーのグリーンベレー時代の指揮官、サミュエル・トラウトマン大佐、リチャード・クレンナも到着した。トラウトマンは、ティーズルたちが殺されなかったことに驚き、状況が落ち着いてから自分が説得に行くと言ったが、ティーズルは拒絶。トラウトマンは、無線で、ランボーに特殊部隊の隊員は、ランボー以外全員死んだことを知らせて、投降を呼びかけたが、先に手を出したのは、向こうで俺じゃないと通信を絶った。その後ランボーは州兵たちに、鉱山の入り口で追い詰められる。ティーズルは、発砲を控えるように指示したが州兵たちは、ロケットランチャーを発射したために、鉱山の入り口は崩れ、ランボーは姿を消した。鉱山の出口を見つけて脱出したランボーは、捜索隊が使っている幹線道路を発見する。そこで彼は、周辺のトラックを奪うと街に戻って、ガソリンスタンドを破壊し、さらにガソリンに火をつけ、街の送電線を撃ち落としたことで、ホープ市街は大混乱に陥った。ランボーは保安官事務所内でティーズルを負傷させ追い詰めるが、そこにトラウトマンが現れ、警察署は、包囲されていて、脱出の見込みがないことを告げる。それでも戦おうとするランボーは、自分が受けてきた迫害と戦争終結から7年、経った現在でも続くトラウマと劇が語られる。ティーズルを殺すことも可能だったが、止めを刺す前にトラウトマンの最後の説得に従い、投降した。映画はここで終了するが、この後ランボーは、軍法会議で有罪となり、軍刑務所下での肉体労働を強いられることになる。オレゴン州の事件の後、ジョン・ランボーは軍法会議にかけられ有罪判決を受け、軍刑務所で強制労働に従事していた。ランボー、怒りの脱出、1985年の設定の冒頭、サミュエル・トラウトマン大佐がここを訪れ、ベトナムのアメリカ人捕虜の救出を条件に釈放されることを彼に伝えた。ミッションを成功させれば政府が恩赦を与えることになっていた。ランボーは承諾し、一時的に米陸軍に復帰した。その後、作戦を指揮しているアメリカ CIA の官僚マーシャル・マードックに会う。彼はランボーに捕虜の写真を撮るだけでいかなる場合も交戦してはいけないと言った。ランボーはしぶしぶ同意し、ジャングルではベトナム人エージェントが道案内をすることを伝えられた。ランボーはベトナムのジャングルにパラシュートで降下することになっていたが、その際に装備の一部を失い、ナイフと弓矢しか持たずに着地した。地上でアメリカに協力する現地人女性エージェントのコーバオと合流した。彼女はランボーを捕虜収容所まで連れて行った。ランボーはそこで捕虜が虐待を受けるのを確認し、そのうちの一人を連れて帰るために数人の敵兵士を殺害した。三人はボートに乗って脱出するが、敵の軍用ボートに追われる。ランボーは RPG-7 で敵のボートを破壊し、本部に助けを求めた。だがマードックは捕虜の存在をアメリカ国民が知った時の反応を恐れ、救出のヘリコプターを引き上げさせた。ランボーと捕虜は捕獲されて収容所に戻され、秘密裏にベトナムへ派遣されていたソ連軍将校が尋問に現れた。その魔鋼は娼婦に変装してランボーが囚われている小屋に接近していた。ランボーはソ連軍中佐ポドフスキーに拷問を受け、マードックの裏切りを知る。ポドフスキーはランボーにアメリカ軍基地に連絡して捕まったことを告げさせようとした。体に電流を流され、さらには自分自身のナイフで顔を傷つけられたランボーは条件を飲んだふりをする。そしてランボーはマードックに復讐の念を伝え、その後校の助けによって素早く脱出した。ジャングルでランボーの傷の手当てをする校は自分をアメリカに連れて行ってくれるかランボーに聞いた。彼は承諾し二人は口づけを交わす。しかしその直後ベトナムの兵士の襲撃にあって校は死亡する。怒り狂った彼は銃を乱射し、全員を撃ち殺す。そして、校の遺体をジャングルに埋めた。ランボーの脱出後、ソビエトとベトナムの兵士たちは彼を殺すべく捜索していた。ランボーはジャングルでゲリラ戦術を駆使して、ソビエトベトナム兵を買っていき、ベトナム兵は村に逃げ込んだ彼を追ったが、背の高い草原に誘い込まれ火攻めに遭い、多くのベトナム兵が倒れた。兵士たちから逃れたランボーだったが、ソビエトの武装ヘリコプターに見つかって爆弾を落とされる。川に飛び込んで難を逃れた。彼は高度を下げたヘリに飛び移り、屈強なソ連兵と渡り合う。ヘリの敵兵を一掃したランボーはそれを操縦して、捕虜収容所まで戻り、衛兵を制圧して、捕虜たちをヘリに乗せるとタイまで飛んだが、別のソビエトの攻撃ヘリコプターが現れ、ランボーのヘリは被弾して、川の浅瀬に伏撃させられる。ポドフスキー自らが操縦する攻撃ヘリは、ランボーの死を確認するために、低空飛行になった。しかしランボーは、死んでおらず、M72 ローで攻撃ヘリを破壊した。タイの基地に帰還したランボーは、M60E3 機関銃を手に取って、マードックの指令センターを破壊する。さらに、マードックをナイフで脅し、残りのベトナムのアメリカ人捕虜を救出するように脅しつた。その後、トラウトマンはランボーを慰め、別の名誉勲章を得るためにグリーンベレーに戻ることを提案したが、ランボーは救出された捕虜たちの方が名誉勲章に値すると考えていた。ベトナム機関兵として、一人の愛国者としての思いをトラウトマンに吐露し、立ち去ろうとする。トラウトマンは、今後を尋ねたがランボーにもわからなかった。ランボーは約束通り釈放され、その後もタイに住み続けた。映画は再び、サミュエル・トラウトマンがランボーを探して、タイにやってくるところから始まる。トラウトマンは、寺院の建設現場で働くランボーを訪ね、アフガニスタンでのミッション参加を依頼する。このミッションは、スティンガーミサイルなどの武器を、アフガニスタン紛争でソ連と戦っている。アフガニスタンの反政府勢力ムジャーヒディーンに届けることだった。トラウトマンはソ連軍によって苦しめられている人々の写真を見せたがランボーは行くことを拒否した。やむなくトラウトマンは自分が行くことを決めた。アフガニスタンでトラウトマンは夜中に山を通過する最中にソ連兵の待ち伏せに遭う。トラウトマンはソビエトの基地に連行され、財政大佐と彼の部下コーロフから拷問を受ける。ランボーはトラウトマンが捕まったことを大使館のロバート・グリックスから聞かされると救出を決意した。そして秘密裏に救出することをグリックスに伝えた。グリックスはもし殺されてもアメリカ政府は関知しないと警告したがランボーは聞かなかった。そしてランボーはすぐさまパキスタンに飛びムーサに会った。ムーサは武器を用意し、さらにトラウトマンが囚われている基地に近い砂漠の村にランボーを連れて行った。村はソビエトの軍に襲撃されるがランボーが応戦した。ランボーはムーサと少年ハミドの助けのみでトラウトマンを救出することにする。最初の救出作戦は失敗し、ランボーも被弾する。彼はムーサとハミドを逃がすと傷の応急処置をした。翌日、ランボーは基地に戻ってトラウトマンを助け出す。他にも数人の捕虜を解放し、ヘリコプターを奪って基地から脱出した。だがヘリはすぐに破壊され、ランボーとトラウトマンは走って逃げた。二人は洞窟に入って戦い、スペツナズの兵士たちとコーロフを殺害した。その後財戦率いる戦車部隊と遭遇した。二人がソ連軍に圧倒されかけている時にムジャーヒディーンの戦士たちがムーサとハミドと共に現れる。ソ連軍を圧倒する数百人の騎兵隊の応援が現れた。その戦いでランボーとトラウトマンは負傷する。ランボーは戦車に乗ってヘリの財戦を殺した。彼はたった一人で本来4人乗りの戦車を駆使した。戦いが終わった後、ランボーとトラウトマンはムジャーヒディーンの仲間たちに別れを告げてアフガニスタンを後にした。映画はバーマ反政府デモのニュースから始まる。バーマ、ミャンマーとしても知られるは、短州への支配下にあり、民主化運動を厳しく取り締まっていた。政府軍は沼地で、反政府勢力や一般民衆を殺していた。それを政府軍軍人、パティ・ティントが平然と眺めていた。元米軍兵士ジョン・ランボーは未だに、大のバーマ国境付近の村に暮らしていた。彼の生活は蛇を捕獲し、それを近くの村に売ることで成り立っており、時折放浪者を船で運んだ。医師のマイケル・バーネットがランボーを訪ね、カレン族を助けるため、自分と仲間をサルーイン川からバーマに運ぶよう依頼をする。ランボーは一度は断ったが、一行の一員サラ・ミラーは彼が承諾すると信じていた。サラの熱意により案内を了承したランボーは、船でサラから故郷と家族について聞かれ、父親が生きているかもしれないと答えた。船は、その後、ミャンマーの海賊によって止められ、通行料として、サラを要求された。ランボーは話し合いを試みたが失敗し、結局海賊全員を射殺、マイケルたち一行を、カレン族の村に送り届けた。その後村はティントに襲撃され、村人は手当たり次第に虐殺され、マイケルらの一行は捕らえられた。ランボーは一行を救出するために雇われた5人の傭兵たちを同じ場所へと案内することを依頼された。ランボーは依頼を承諾した。上陸後もランボーは傭兵たちと共に行動しようとするが、SAS 出身のリーダー・ルイスはそれを拒否。その後傭兵たちはガイドに案内されて破壊された村に到着したが、そこに政府軍が現れ、ゲームとして対人地雷が投げ込まれた田んぼの上を村人たちに走らせていた。ルイスは警戒態勢が敷かれることを恐れて捕虜たちを助けなかったが、その時ランボーが弓矢を持って現れ、政府軍の兵士を射殺していった。作戦を中止し撤退しようとするルイスにランボーは矢を向け、無駄に生きるか、何かのために死ぬか、自分で決めろ、と言い放つ。そして、ランボーと傭兵たちは、捕虜救出に向かう。ランボーはサラとその仲間を助け出したが、政府軍は衛兵が殺され、捕虜も脱走したことに気づいて、大規模な捜索隊を組み、ランボーとサラ、傭兵のスナイパー、スクールボーイを除く全員が捕獲されてしまう。傭兵たちが処刑される寸前、ランボーは政府軍の車を奪い、車載されたブローニング M20 機関銃で敵を殺し一騎、そこに可連続の反乱軍が現れ、戦いに参加。ティントは戦闘の終わりに逃亡を図ったが乱暴に刺殺された。戦いが終わり、サラの言葉を思い出したランボーは、故郷アメリカに帰った。農村部の道路に沿って歩き、ポストに R ランボーと書かれた家の前に来る。彼が歩き始めるところで、エンドロールを迎える。ランボーで言及されているもの。ランボー、怒りの脱出の会話で、ベトナム時代に受訓したもの。ランボー3、怒りのアフガンでの削除シーンで映るランボーの受訓リスト。主人公の名前はディビッド・マレルがペンシルバニア州にあるランボーアップルというリンゴに力強い音感を得たためである。また、ピーター・グンナーソン・ランボーという人物は1640年代にスウェーデンからニュースウェーデン、ペンシルバニア州南東、南ニュージャージー州、北デラウェア州に渡って有名となる。彼の子孫は今日でもアメリカで生活している。マレルはアルチュール・ランボー、アーサー・ランボーとも名前の発音が似ていると感じた。またアルチュール・ランボーの代表作、地獄の季節の題名が、ランボーの痛みと戦争捕虜の苦しみの適切なメタファーだと言っている。さらに、ベトナムのアメリカ軍兵士に、アーサー・J・ランボーという人物が実在する。だがこの兵士はアメリカに戻ることができなかった。彼の名は、ワシントンのベトナム戦争記念館の壁に刻まれている。なお、全くの偶然であるが日本語のランボーと似ている。ジョンというファーストネームは、ジョニーが凱旋するとき、という歌ら付けられた。ランボーは映画4作品すべてで、シルベスター・スタローンが演じている。テレビアニメ版の声優は、ニール・ロスが務めた。日本語吹き替えは、数種類あり、佐々木功、4作品すべて、源田鉄章、3作目まで、狭間道夫、2作目まで、銀河万丈、2作目まで、渡辺謙、1作目のミラが声を務めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。